皆さんこんにちは、マリオファンの集いへようこそ。さあ、なんとめちゃくちゃ珍しく実写放送です。イエーイ、あ、間違えた、実写動画です。イエーイ。というわけでね、なんで今回実写にしてるかっていうとね、ラッシュさんって皆さんご存知ですか？あの石鹸の会社のラッシュさんですよ。でででーん、ラッシュさんのスーパーマリオコラボいただきました。ありがとうございます、ラッシュさん。やったー。でこれ4月14日に発売なんでね、先行でまあいただいたという形になります。というわけでもう今回バッチリですね、紹介させていただきます。ありがとうございます。まあ、普段ですね、やっぱりこのチャンネルって結構マリオの小ネタとかね、まあ、マリオのゲーム動画とかを映してることが多いチャンネルなので、実写っていうのは珍しいと思うんですけど、もしよかったら最後まで見ていただきたいです。でも私もですね、なんかに何が入ってるのか知らないんでね、ちょっと気になるんですよね。というわけでじゃあ開けていきましょうか。はい、というわけで早速中身ちょっと開けてみました。どんな感じなんだろうな。あ、これは、おお、ルイージのボディーソープ。え、めっちゃいい匂いする。これシャワージェルですね。これはマリオだ、マリオのボディージェルですね。赤と緑っていう、もうすごい色してるけど、これで体洗うんだね、本当にね、すごいね。なんかすごいな、これ。なんだろう、うわー、やばい、いっぱいこぼれちゃった。あ、うわー、ペダルブロック入ってんだけど、え、これバズボム、バスボム、またハテナブロック入ってんだけど、ちょっと待って、何これ。中からあれか、アイテムが出てくるってことかな。ちょっとお風呂を入れてみましょうか。はい、というわけでお風呂場にやってきました。早速このハテナブロックのバスボム入れていきましょう。よっ、あ、なんかもったいない気が。あっ、ああ、俺のハテナブロックが溶けていく。すごいことやってるけど、これ色やばっ。てか匂いめちゃくちゃいい。これレモンかな、すごいいい匂いする。いや、しかしあれだね、ハテナブロックの中にアイテムがね入ってるということで、あ、なんかもう見えてるな。ちょっと待って、お楽しみは後の方がいい。さあ、というわけで入れてから1分以上が経ちましたが、もうやりたい放題です、このハテナブロックくん。さあ、ちょっともうだいぶ溶けて、あ、やばい、あ、ハテナブロックが割れた。中から、スターが出てきた、スターのソープが出てきた。ちょっと出しちゃおうか、じゃん。おお、こんな感じなんだ。すごい、石鹸、あ、めちゃくちゃいい石鹸だ、これめっちゃ使えるぞ、これ。もう触っただけでわかるよ、これ石鹸自体がめっちゃいいやつなんだ。なるほどね、これは贅沢だ。あ、ちょっと待って、あれどこ行った、スター。あれちょ、あ、やばい、ありました。テレサちゃんの横に置いておきます、はい、あー、気持ちいい、気持ちいい。いや、これさ、よーく見たらさ、めちゃくちゃキラキラしてんのよ。わかる、この幻想的な感じ。うわ、見て、粒子が舞ってるみたいな。これ本当に我が家めちゃくちゃキラキラしてる。ハテナブロックってこんな効果もあったのか、すごいな。というわけで次に紹介するのはマリオのパワージェル、ボディーソープですね。飲んでみましょうか。ワッフー、カートに乗ってシャワールームへ。ライムとブラックペッパー、ザクロをブレンドしたスイートでスパイシーな香りをお楽しみください。おお、なんかイチゴソースみたい。すごいね、これ。これがマリオ？うわーこれね、ちょっと匂い伝わんないと、匂い伝わんないと思うんだけどね、めっちゃスパイシーな匂いする。ザクロか、なるほどね。で、これはルイージですね。ちょっと読んでみましょう。これもボディーソープ。トレードマークの口ひげもボディーソープですっきり洗い上げましょう。フレッシュなリンゴの香りで爽やかなシャワータイム。なるほど。
これは結構爽やか系、まあ、ルイージってねやっぱ爽やかなんでね、うん、でちょっとこれもやってみましょうか。これやっぱ緑色ってことだよね。うわっえ、なにこれ、え、絵の具？めっちゃリンゴの香りがする。すごいグリーンアップルだね、これは。さすが緑の人や。まあ、ちなみにね、これさっき調べたんですけど、マリオとルイージ以外にもね、ピーチとクッパもあるんだよ。そう、めっちゃね、クッパの方もすごい刺激的な匂いがするみたいだし、もちろんいい香りっていいね。ちなみにこれね、さっき出てきたスターの石鹸なんですけどね、これめっちゃレモンの香りがする。これ全部のアイテムがそうなのかな、どうなんだろう。もう一つもらったからね、ちょっと明日入れてみて、別のアイテムが出たらね、匂い嗅いでみようかなと思います。とりあえず僕スター出て嬉しい。まあ、やっぱりロゼッタがね一番好きな周りのキャラなんで、ロゼッタといえばやっぱ星のイメージですからね。スーパースターですね、これ。尖ってて素晴らしいスーパースター、ありがとうございます。もうこれで毎日お風呂でね無敵になりますね。いやー、めっちゃ気持ちよかった。あ、そうそう、あのね、さっきのねバスボムなんだけどね、実はラインナップ6つあって、コインと豆キノコとアイスフラワー、ファイヤーフラワー、スーパースター、スーパーキノコとなってますね。豆キノコが入ってるのはちょっとびっくりだね。ニュースーパーマリオブラザーズの DS 版で初登場したアイテムで、まあその後もですね、ニューマリオシリーズでちょこちょこと出てくるマイナーなねアイテムなんですけど、これが入ってるのはちょっとマリオファン的におってなりましたね。まあ、ただね、大きさは豆キノコのいつものサイズではなくて、ちゃんと一つのね、商品としてスーパーキノコと同じ大きさなので、ご安心ください。さらにはね、ピーチ姫のボディースプレーも出るんだって。マジかよ、ボディースプレーだよ。キノコ王国のお姫様にぴったりのジューシーなピーチとフレッシュなパイナップルのような香りに包まれましょうって書いてるから、結構フルーティーな感じなんだね。あとね、ゴールドコインソープっていうコインの石鹸も出るんだって。コインで体を洗える時代だよ。いや、これさ、家に買ってきてね、例えば家族と一緒に住んでる人とかがね、え、なんかコイン置かれてるんだけどってなるよね。これちょっとしたサプライズだよね。やっぱマリオのアイテムってさ、結構認知度高いから、いきなりお風呂場にさ、コインがコインって置かれてたらさ、反応しちゃって手に取っちゃうと思うんだよね。これ絶対買った方がいいと思う。はい、というわけでラッシュさんのスーパーマリオコラボ、プロモーションでいただいたものすべて紹介しましたが、いかがでしたでしょうか。こちらですね、4月14日に発売となりますので、ぜひお買い求めください。概要欄の方にね URL も貼っているので、公式サイトもご覧ください。やっぱラッシュさんのね石鹸とボディーソープってめちゃくちゃいいのよ。香りも質も、もう正直さっきバスボムでお肌ツルツルになりました。もう今すげえツルツルです。めちゃくちゃ良かった。これはもう僕全部買います。発売したら全部買います。うちのチャンネルはね、普段はマリオを扱ってるんですけど、そのやっぱりマリオっていうことでゲームが多いんですよね。だいたいゲームの紹介なので、こんな感じでお風呂グッズをいっぱい紹介することになるとは思いませんでしたが、すごい楽しい経験ができました。ラッシュさん本当にありがとうございました。そしてここまで見ていただいた皆さん、ありがとうございました。もし面白いと思ったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは、Thank you so much for watching my video. バイバーイ。一回行ってみたかったんだよな。